皆さんこんにちは。お久しぶりですね。宗教夢ニュースの時間です。先日学校法人同胞学園名古屋造形大学と FC 岐阜が調印式を行いました。その模様をご覧ください。当日は学校法人同胞学園名古屋造形大学から伊藤豊樹副学長、 FC 岐阜から宮田博之社長が出席しました。学生たちの注目度という意味でも、その漫画アニメーション、メディアデザインというのは非常に高い分野であります。で、今回のお話のような場合というのは、そのキャラクター作りからですね、それを動かすアニメーション技術、それから発信していくデジタル技術と、デジタルデザインと、いろんな意味でですね、その大学の中の今注目される分野が、みんな力を合わせてですね、対応させていただくような、そういう機会になりました。ぜひこのキャラクターがですね、活躍してくれて、FC 岐阜を盛り上げてくれることを私たちも望んでおります。ありがとうございます。名古屋造形大学様とのコラボのおかげでですね、私ども のファンサポーターも順調に増えておりますし、これを機にですね、この週休ゆめちゃんはもちろんどんどん発展させていくわけですけれども、他の分野でもですね、お互いにコラボをしてですね、特にインターンシップですとか、産学共同でお互いにできることをさせていただくですとか、あるいは環境分野に関すること、あるいは人材の交流とかですね、5分野にわたって連携協定をこの度結んだということでございます。最初のご縁は宗木由美ちゃんというデジタルのアニメの世界ということで、J リーグの中でもですね、今もまだ他のチームどこも扱っていない最先端の分野でありますけれども、これを一緒にやってきたという成功体験の中からですね、お互いに切磋琢磨して、今度もっともっと親密な関係に、そして双方が発展していけるようにということでございます。私どもも一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。お願いします。皆さんこんにちは。 FC 岐阜公式 VTuber 宗教ゆめです。本日は学校法人同胞学園名古屋造形大学 FC 岐阜調印式にお集まりいただきありがとうございます。2019年から J クラブ初の FC 岐阜公式 VTuber として、名古屋造形大学の富山先生、近藤先生をはじめたくさんの方の協力があり、ここまで成長することができました。本当にありがとうございます。今後名古屋造形大学さんと FC 岐阜が仲良く、お互いの発展のため緊密な連携協力関係を構築することになりましたので、引き続き伊藤副学長、宮田社長、よろしくお願いします。また5月2日日曜日ロアッソ熊本戦では、世界初の試合会場での VTuber 体験ができますので、たくさんの方に夢を体験していただければと思います。ぜひ今日お越しのメディアの皆さん、当日の取材も何卒よろしくお願いします。以上、宗教夢からの挨拶でした。それでは現場のスタッフさん、この後もよろしくお願いします。はい、宗教夢ちゃん、ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。なんと夢も挨拶させていただきました。これからも名古屋造形大学さん、夢のことよろしくお願いします。以上、宗教夢ニュースの時間でした。ぜひ次回もお楽しみください。